町を流れる運河と遊園地オーバーハウゼン駅。オーバーハウゼンはドイツ連邦共和国の都市。ノルトヴェストファーレン州に属する。人口は約21万人。ルール地方に位置する工業都市。かつては製鉄業や石炭の採掘で栄えたものの産業構造の変化によってこれら重工業は衰退した。現在は文化都市として新たな発展の方向を模索している。周囲は南東はエッセン、南はミュールハイム、アンデアルール、西はデュースブルクといういずれも中規模以上の都市に接しており、ルール大都市圏の一角を占めている。近代に入るまでオーバーハウゼンは小さな集落に過ぎなかった。ここで重工業が発展するきっかけとなったのが1758年に聖アントニー製鉄所が建設されたことである。その後、周辺には複数の製鉄所が設置され、ラインラント地域の工業化において一つの核となった。さらに、同地域においては、鉄道網などの整備が進み、1846年にオーバーハウゼン駅が設置され、石炭の採掘や製鉄業がさらに盛んとなり、急激に人口が増加した。1929年に周辺の地域と合併し、現在のオーバーハウゼンとなった。オーバーハウゼンの製鉄業の中心を担ったのは、グーテホフヌングスヒュッテ社であるが、この会社は日本の近代製鉄業と深い関連を有す。1895年に日清戦争に勝利した当時の日本は、銑鉄は国内で一定の生産を行っていたものの、鋼はほとんどを輸入に頼っていた。そこで日清戦争の賠償金で近代的な製鉄所を建設することとし、海外鉄鋼事情調査団を欧米に派遣し、各地の製鉄所を視察した。その結果、製鉄所の設計が GHH 社に依頼されることが決定された。1897年には10名の技術者が GHH 社へ派遣され、2年間の実習を行っている。こうして北九州に建設されたのが関営製鉄所で、後の八幡製鉄所である。また、1912年にも創業から10年を経た関営製鉄所の設備を大型化するための技術習得を目的に15名が GHH 社に派遣されている。こうしてルール地方の製鉄業の一角を担った GHH 社は第二次大戦後に複数の会社に分割されたが、その後も発展を続け、ドイツの戦後復興に貢献した。しかし、その後の産業構造変化によって競争力を失い、1990年前後に操業が停止されている。旧 GHH 社中央倉庫、ピーター・ベーレンス設計。現在、オーバーハウゼンは大規模ショッピングセンター、セントロのある都市として知られている。ここはショッピングとレジャーを結合したドイツ初の施設で、新都心ノイエミッテと位置づけられている。このノイエミッテは、かつて GHH 社の溶鉱炉が3基立ち、関営製鉄所の技師らが熱心に製鉄技術を習得した場所である。セント炉のそばに立ち、現在はライン工業博物館の資料館として使用されている6階建ての建物は、かつての GHH 社中央倉庫ビルである。この建物は設計協議の結果、ペーター・ベーレンスに設計が依頼され、1921年から1925年にかけて建設されたもので、戦災による被害はほとんど受けていない。1954年から毎年オーバーハウゼン国際短編映画祭が実施されている。1962年には、本映画祭に集った26名のドイツの若手映画作家たちが当時の西ドイツの映画を批判し、オーバーハウゼンマニフェストを発表した。この動きはニュージャーマンシネマとも称される新たなドイツ映画の潮流を生み出すこととなった。ロートヴァイスオーバーハウゼンがオーバーハウゼンを本拠地とするサッカークラブチーム。2005年、サッカーブンデスリーガ2部からレギオナルリーガへ降格した。ウエストサイド、エクストリームレスリングというドイツ随一の規模を有するプロレス団体が本部を置いている。ありがとうございます。